厚生労働省記者会見場において8月22日に行政による人権侵害を考える会関東の発足記者会見が行われた登壇者は会のメンバーである美術家の飯山幸飯山幸埼玉朝鮮学園理事の金則茂キムポンジュン、社会福祉学を専門とする明治学院大学准教授の宮崎修行政による人権侵害を考える会関東 は、群馬県による群馬の森、朝鮮人労働者追悼非撤去問題、東京都総務局人権部によるインマテス・上映不許可問題、埼玉県人権、男女共同参画化による朝鮮学校差別問題、神奈川県相模原市の人権尊重のまちづくり条例の制定過程における問題を契機として発足された。 全体の奉仕者として市民に公正平等に向き合うべき行政機関によって人権を侵害する言動がなされる事例が関東で頻発しているこの状況に危機感を抱いた金宮崎飯山をはじめ群馬の森朝鮮人労働者追悼非撤去問題の取材を続けてきたフリーライターの墨潤なしパクスに大学院生の渡辺元樹渡辺元樹などが集った 行政による人権侵害を考える会関東はフィールドワークやアクティビティを中心とした学習会を事例ごとに開催していく会見は会の発足のいきさつとともにメンバーがそれぞれの思いを発信する場となった群馬県による群馬の森朝鮮人追悼費撤去は